作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは1994年にアスク講談社が 3DO 向けに発売したバーチャルクエストファラオの封印です。で、CD なんでこんな感じですね。で、こう見せていいのかな。で、裏面がこういう作りになってます。で、まあ、表面から見ていくと、まずシンプルにこのねバーチャルクエストファラオの封印とこの 3DO のロゴしかないんですよね。あとはまあイメージ画になってます。でね、この白ずくめのね、なんかアサシンクリードとかに出てきそうなねキャラクターと、あとなんか巨大な足があって、鳥なのかな、こうね鋭い爪のあるね巨大ななんか生き物がこの辺にいるんでしょうね。で、あのなんか血がついてるんで、なんか戦闘でもしてきたのかなという感じで、あとこれよく見るとね、裏側にはね、後ろ側にはね壁画があるんで、まあ多分ピラミッドの中みたいな、なんかどっか建物、まあなんか建築物まあ中に入ってるような状況です、ね、で裏面、まあキャッチと説明文みたいなのがこう連続であって、で画面写真がね、ちゃんとした画面写真なのかな、イメージ画みたいなの写真と、あとなんか一部を切り抜いたような写真が2点あって、まあちゃんとした画面写真って1個もないのかなっていう感じですね。で読んでいくと、迷路はプレイヤー自身が身を置く現実となる音と映像の 3DO 初の体感伝説、体感伝説です。でファラオが呼んでいる謎の言葉とともに消えた父を追ってピラミッドの中へ、予言、迷路、モンスター、精霊、トラップ、物語はノンストップで展開するってことで、まあ父を追ってきてピラミッドに入っていると、これ今ピラミッド内にいるプレイヤーキャラってことでしょうね多分。で、思わずのけぞる圧倒的な音と3次元リアル CG 映像、画面は常に主人公の視点から表示、迷路の空気感や滑らかでスピーディーな動きなど効果音などと相まってプレイヤーを圧倒、襲いかかってくる敵キャラの迫力には思わずのけぞることも、この臨場感が全編を支配。で、あと文字はウィンドウを排しプレイに集中ってことで、全ては音と映像だけ、音声でメッセージを伝え、マップやアイコンは必要に応じて呼び出すシステム、緊張感とシズル感にあふれハイレベルでプレイに集中、ね、結構こうチャレンジングなことをやってるっていうアピールですよね。で、謎とトラップの数々、そしてリアルタイムの戦闘、予言や暗号などを頼りに迷路の奥へ、隠し通路あり深い縦穴ありと立体的に展開、また戦闘シーンはリアルタイムで進行、謎と冒険と意外性が縦横に交錯しますってことで、なんかこう結構リアルで、あの立体感のあふれる、まあ、3D ゲームだってことが分かると思います。以上、作館でした。